はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビシです。では今回はハーツオブアイアン4現代モッド、アメリカトランプ大統領プレイ続けていきましょう。中国の戦争ですね、続いているんですが、まあ、なかなかこれが厳しい、きつい、どうにもならないという、まあ、なんて言うでしょう、泥試合というか泥沼の戦いというか膠着状態になっていまして、これをなんとかね、突破する糸口を見つけていきたいというのが今回の趣旨になります。では早速時間を進めていきましょう。まずはですね、生産のラインですね。もうグリーンベレーとかは一度やめましょうと、ヘリコプター隊も外しましょうというところで、まあ海兵隊とですね、あとはまあ一応戦車の師団、あとさらに装甲車部隊ですね、これらの部隊に絞って徴兵を行ってですね、残りは全て今戦闘に参加している部隊への補給に回していこうかなというふうに思っています。いっそのこと戦車ももう外しちゃおうかね。戦車も外して、戦車のまあいわゆるその生産分は全て現戦闘中域に補給として回していきましょうか。それほどに今かなり厳しい戦いです。では時間を進めていきます。この飛行場ね、航空基地、ハノイの航空基地を死守しながらなんとか、糸口を見つけていきたいところですかね。まあ、新たに部隊を投入したりする余裕はもう一切ないので、あるとすれば本当に味方のね陣営から大規模な軍が、まあ、投入されるっていうこと以外はちょっとこれを突破していくのは難しい状況になってます。本来だったらね、もうこれも何度も動画の中でお話してるんですけども、もう少し準備を整えた状態で開戦をしていれば、もうちょっと違う流れを演出できたのかなとは思うんですけども、この現代モードね 15% 以上、まあ、国際緊張度を置かないと、まあ、次の海戦自由の工作に移れないという仕様になっている関係上ですね、どうしても早めに戦争を仕掛ける必要があって、その結果こういう状態になってます。では生産のラインもですね、ちょっと見直していきます。ヘリ部隊とかをだいぶ削ってでもやっぱりね、全く数が足りてないのはこの消火器なんで、ちょっとまとめた数作っていきましょう。本当に数が足りていないところ、ここには大量に用意していきます。消火器が足りてないとね、もう何にもできないと言ってもいいので、あとは貿易のラインでアルミが全くないか。アルミももう敵国が多くなっちゃってるので、潤沢に輸入ができるところっていうのもね、そんなに数がないっていうのがあって、本当に悩ましいところですかね。本来だったらアルミの、ね、輸入をしっかりやって生産のラインフル稼働させたいところなんで、まあ輸入してくれるところ、まあ、輸出かしてくれるところからはもうガシガシ輸入をしてですね、ちょっとでもいいのでアルミを確保していきましょう。本当だったらね、もうこの占領地からガッツシいただいちゃうのがいいと思うんですけど、まあ、台湾がね、今占有している形になってますので、そこはうまくコントロールをしていきます。こんなところかな、他輸入できるところ、マレーシアから輸入できるね、イタリアからも輸入できる、カメルーンからも輸入しちゃおう。
アルミを確保したら生産のラインをフル稼働させて、その分を現場のね、前線の部隊へとしっかり補給体制を整えていきましょう。では国家方針も新しいものを入れていきます。国家方針はですね、ちょっと何やろうかなっていうところなんですけども、一応今考えているのが、この師団の訓練時間マイナス、これをちょっと入れていこうかなと思ってます。まあとはいえね、兵器がないので訓練時間を短縮したところでどうなんだいというのはちょっと出てきてしまう難題ではあるんですが、でも今はね、政治力がもう基本マイナスはまっちゃってるんで、いやーこれも厳しいですよね。なんとか、政治力を回復させていきたいところですね。まあインド軍だったり、あるいはその台湾、まあ、中華民国軍だったりっていったところが、もう少し軍をね、まとまった数を送ってくれるといいんですけども、アメリカ軍自身はですね、もう結構きつきつ厳しい状態ですね。でベトナムはどっちがやられたんだ、ちょっと色だとわからない。あー、ベトナムの方はこれを見る限り、我々が支援している民主化ベトナムの方が敗戦してますね。残念、これは駆逐されるね。再び中国陣営についたベトナムがベトナムを制するという形になりそうです。まあ、本来だったらベトナムの方にね、まとまった軍を送って一気に民主化を進めてしまう、我々の陣営に引き込んでしまうっていうのがいいと思うんですけど、もうそんだけの力が残念ながら今のアメリカ軍にはないっていうね。一方中国軍の海軍の状況も見ておきますか。海軍はね、もう完全に壊滅させたはずなので、もう海軍がねまとまった軍事行動を起こしてくることはないと思うんですが、やっぱり陸軍でね、まあ、100師団前後が展開しているという状態ですね。一方我々アメリカ軍はというと、それに比べると1つも2つもね、厳しい状態にはなっています。特に師団の充足率がねまずいことになってんだよね。師団の充足率、なんかねいい、突破口でも見つけられればいいんですけど、足りているものはこの際一気に減らしましょう。自走砲マウンティと ATGM、 これ生産のラインから大幅に削ろうと思ったけど、もう削れないほどにガッサガサになってるで。あとは足りないもの、重点的に足りないもの、歩兵戦闘車も足りてないけど、やっぱり致命的に足りていないのが歩兵の装備だな。歩兵の装備をちょっとなんとかしてあげないと。マイナス3万6000だからね、全然足りてないよね。3万6000は、かといって生産のラインでこれを増やせるかというと、工場の数も足りてないけど、やっぱり輸入にもね頼っているアルミも結構きついよな。まあ、とりあえず工場は軍需工場を、まあドカドカドカッと立てておいて、まあ、いつでもね兵器を増産できる体制にはしておきましょう。一応年末にねアメリカ行くんですけど、今ねちょっと全然違う話を始めちゃうんですけど、
サーフェス5がねちょっと欲しいんですよね。今自宅の環境の話をすると Windows の PC がですね、まあ、ちゃんとまともに稼働しているのが今ゲームをしているこのゲーミング PC1 台になっていて、サムネイルね、動画のサムネイルとか、あとはその動画の中に差し込むスライドとかを作るときって、今だとあの会社の PC を、まあ、引っ張り出してきて、使ってたりするんですけど、それが結構めんどくさいんですよね。なので Surface Go、まあ、そんなに高性能なもの必要ないので、サムネイル作ったり、まあ、ちょっと、ね、簡単な作業をする程度なので Surface Go を買いたいんですけど、マイクロソフトオフィスの、まあ、ライセンスは正直いらないので、日本で買うとそれがセットになって7万ぐらいからなんですね、どうやら。ただアメリカではそのライセンスがついていないもの、オフィスのライセンスがついていないものが4万円ぐらいで、売られているらしいので、ちょっとアメリカ行った時にね、買えたら買ってこようかなとは思ってます。タイも民主化タイ、これは破られて、再び軍政に、しかも中国陣営についたタイが継続というところですかね。ハノイの航空基地が奪われると、もう一気に戦局が中国の方に傾くと思うので、ここは常に注意しておきましょう。まあ今のところグリーンになってるんで大丈夫なのかなという感じはするんですけどね。何、工場が、飛行場が奪われている。マジか、飛行場奪われてんの早いよ。飛行場は奪い返そうよ。話をしていたその矢先に早速奪われているっていう、この情けない感じになってますけど。飛行場はなんとか奪還したいけど、飛行場を奪還する前に敵がぐいぐい押し込んできてるね。ちょっと一旦時間とるんでしょう。いや本当にきついよこの戦い。ベトナムに確保していたアメリカ軍の駐留場所が、ベトナムに押されているね。結局そのベトナムがね、内戦が終了して全軍がアメリカ憎しとなっているので、まあ苦しいよね。ちょっとここにいると危険なので、全ての部隊を一度内側に逃がしましょう。まあ、アメリカ軍のベトナムの拠点を一度放棄するという形ですね。苦しい苦しい戦いだよ本当に。この逃げ道がなくなる前に全軍撤退、ベトナムから全軍撤退です。ああ、孤立した、すでに孤立させられている。いやー本当に中国軍というか中国陣営というか強いよね。これで2つの軍が壊滅するリスクが出てきているので、ちょっと判断が遅かったかな。もうちょっと早めに撤退の、ね、指示を出すべきだったかなとは思います。北側の戦線も完全膠着状態になってるね。ちょっと穴が開いちゃってるところはしっかり埋めていきます。全軍崩壊の危機はどうしても避けなきゃいけないので、
ベトナムの内政にもうちょっと積極的に、まあ、関わっていくべきだったのかなっていうのは大きな反省点ですね。中国軍の攻勢、ここに来て一気に強くなってるな。ベトナムの内戦終結、タイの内戦終結で本当にそれらの軍が、あるいは中国が支援していたそれらの部隊が一気にね、こちらの中国本土の決戦の方に割かれてきているという感が否めないな。ブラジルはじめ南米の大国もね、中国側についてしまっているので、いやー本当に厳しい戦いだ。一応陣営マップ見ておくとこんな感じですね。赤がまあ中国と見ていいと思います。で、あのブルーがまあアメリカ陣営で、グレーなところはねまだどこにも即してませんっていうところで、緑がロシアですね。ちょっと本当にまずいな。トランプさんもね、選挙なんてやってる状況じゃないな、これ。ちょっと一度本当に撤退をうまく主導していかないと、アメリカ軍の3分の1ぐらいが壊滅させられそうな。もうハーツ・オブ・アイアンの方は一度戦争を始めた時にね、もう決まっちゃってますからね。戦いの趨勢が。準備をこれでもかと入念にしてから開戦をするっていうのがやっぱりセオリーだと思います。あとまたちょっと全然違う話になっちゃうんですけど、香港のマラソン大会、11月の、ね、第1週目の週末にあるので、まあ、それに、ね、出場するよって話は、まあ、動画とかツイッターとかでもしてると思うんですけど、香港の最近のデモの情報って昔ちょっと前ほどニュースで流れてこなくなっちゃってますけど、多少沈静化してるんですかね。結局まあ、主要な5つの要求があったうちの1つ、その犯罪者の引き渡しに関しては、まあ、正式に撤回がされたというのはニュースで見たんですけど、
その他にもね、完全普通選挙の実施だとか、まあいろいろ全部で5つあったと思うんですけど、それらの要求がね、すべて飲まれるまではデモ続行みたいな話だったと思うんですね。最近どうなんでしょうね。ちょっと心配な点ではあるかなと思うんですけど、あとはそのマラソン大会で、ね、10キロのレースにエントリーしてあるんですけど、なんとかね、ビデオカメラ手に持って、40分切りを目指して今トレーニングしてるんですけど、まあおっさんになってきてるのか、体がしんどいですね。主にインターバル走のトレーニングをしてるんですけど、まあもうボロボロですね、体が。なのでちょっと本当に休養日をね、1日2日と週に入れていかないと体が持たないかな。もう本当に年は取りたくないけど、もう年は取るしかないからね。一応今年の年末はさっきも話したと思うんですけど、そのアメリカに行ってしまうんで、体のメンテナンスはできないんですけど、まあ、来年の、ね、年末はまたシミ取りとかヒアルロン酸とかやろうかなと思ってるんですけど、まあそれほどもうおっさん化が進んできてますね、僕も。各戦線完全に崩壊したな。これを立て直すのもなかなか骨が折れるけど、ちょっとあがくだけはあがきましょうか。穴が開いてるとね、もう一気に終わってしまうので、まあ、香港の趣旨は絶対だよね、アメリカとしては。そしてもちろん台湾としても。お、タンザニアが出てきた。タンザニアといえば独島コインを発行しただしないだって、なんかちょっと1週間ぐらい前にニュース騒がれしてましたよね、タンザニア。なんでタンザニアなのって思いましたけど、なんかどうもフェイクニュースっぽいような気もしますけど、フェイクニュースが本当なのかどうかもちょっと分かんないですよね、もう今となっては。まああえてね、そのこの竹島問題というか領土問題に小国が介入してくる必要もなければ理由もないですからね、もう勝手にやってくださいっていうスタンスでいいと思うんですけど、どっちつかずで。それこそまさかのタンザニアが独島記念コインを発行するってなるとね、もうこういうフェイクニュースが流れただけでもタンザニアって聞くとなんかあんまりいいイメージを持たなくなってしまう傾向にどうしてもなってしまうと思うんですよ。なんでね、タンザニアはね、その抗議した方がいいと思いますけどね、そのニュースを流したところが、まあ、どこなのかわからないですけど。生産状況を見ると、いやー、まあ、本当に若干マシになってきたかなって感じだね。まだまだこれ武器が十分に行き渡るには時間がかかりそうですね。それこそどうなんだろうね、2、3年単位で必要になってきそうなほど兵器不足ですね。まあ反省点もう一つあるとすれば、徴兵している部隊のその種類ですかね、もう厳選して、生産のラインも厳選しておけばよかったなっていう感じがしますね。あれもこれもみたいな、そのゲーム始まった時の初期の、師団編成のまま徴兵を続けてしまったっていうのが、もうこれ本当に多分ね、ハーツ・オブ・アイアンの方ではやってはいけないことの一つに数えられると思うんですけど、それをやってしまったっていうのが良くなかったですね。ゆえに結果的に今、武器のね、製造が追いついていないっていう、そういう状態です。
あと外交もちょっとうまくいってなかったよね。まあもうちょっとこの話をするともうやめちゃうのがって話になっちゃうんですけど、一応リベンジは考えてます。これに関してはリベンジはね、結局外交とその師団の編成のままね、初期の師団編成のまま徴兵してしまったとか、いくつか問題行為があったので、まあそれをちょっとしっかり見直してもう一度リベンジはしたいなと思ってます。まあ、特にね、外交面でも中国陣営にあれほどね、持ってかれると思わないほど敵国についてしまった国々が多かったので、あのあたりは外交でしっかりねつなぎ止め、味方になってもらうような努力が、まあ、本来はもうちょっと必要だったんじゃないのっていう気はしてますよね。あとはまあ来月の頭、10月の第1週の週末はここバンコク行ってきます。バンコクね、こうやって見ても分かるように結構もう発展してますからね。パタヤも好きなんですけどね、もうパタヤは何年も行ってないですね。バンコク行ってこよう。いや楽しみだな、10月のバンコク。ちょっと今雨季っぽいですけどね、12月ぐらいから2月ぐらいになってくるとだいぶ天気は安定すると思うんですけど、まあ、ちょっとヒヤッとしたのがね、中国の大型連休とかぶっちゃいないかとちょっと心配したんですけど、ギリギリ1週間ほどずれてそうなんで大丈夫そうです。中国のね大型連休とかぶっちゃうと、もうバンコクもね中国人であふれかえっちゃってるんで、なかなかそれはそれは歩きづらいし、どの店入っても中国人ばっかだしってなっちゃうんですけど、そこだけは本当に良かったですね。もう特にね、いや待て、中国の連休と被ってんじゃないか。10月1日から7まで、うわもろに被ってるけど、10月の1日から7だからまあ大丈夫か。僕はね10月の5日から行くので、もう中国人は全部入国してるよね。もう中国人のね、あの入国待機列半端ないんで、えげつないです。それが消えてくれてればまあいいか、中国人多いかもしれないけど。そうか、中国の連休とかぶってんだな。そうそう、中国の連休とかぶってなくてよかったと思ったのは、10月の19、からですね、上海に遊びに行くんですよ。そこが、中国の連休とかぶってないねって思ったんですね。ちょっとだからそこは勘違いでした。なのでバンコクは中国人たちとの、争いになるなっちゃいますね。そうか、中国の連休とバンコク行きは被ってんだな。まあ、でも上海が被ってないだけよかった。上海被ってるともう地獄絵図だからね。はい、ではね、ちょっと皆さんもうそろそろ察していただいてるかもしれないんですが、このハーツオブアイアン4現代モッド、アメリカトランプ大統領プレイ、中国との戦争はですね、ご覧のように泥沼の中の泥沼、もうここからちょっとね劇的に巻き返すのも不可能だし、おそらくこのままちんたらちんたら、行ったり来たりするだけになってしまうと思いますので、まあ、大変申し訳ないんですが、このアメリカトランプ大統領現代モッド発売や方はリベンジ案件とさせていただいて、一旦今回で、終了をさせていただきたいと思っています。ちょっとね、あそこまずかったよねとか、こういう風にプレイした方がいいよとか、まあ、僕も発売をまだまだ全然、ど素人さんなんで、いろいろとコメントアドバイスとかねいただければと思います。まあ、タンザニアが上海まあ中国陣営に入りましたけど、まあ、それを見守りつつ、今回はこれで終わりにさせていただいてですね、次回またハゾバイアの方は違うコンセプトでプレイの方はいろいろと考えてやっていきたいと思いますので、まあ、そういったご要望とかもね、動画のコメント欄、チャンネルのコミュニティ欄、もしくはツイッターの方までお寄せいただければ嬉しいなというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の
収録状況とあとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。